これ確かに赤いところはゴールが2つあった気がするんだけどな。多分ここのゴールもう一つはすぐわかるんだけど、これで行こうか。おい、着陸しない方が良かったかも。やば。あ、ほら。ほらほら、ちょっと待って。羽がもう一つ欲しいな。あ、ちょうどいいところに。オッケー。あー、野球少年いましたよね。大谷翔平いましたよね。これいつも蹴るとほら、正気に戻るんですよ。もう羽があると全然怖くない。おっと、危ない。あ、ここ、あ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 、危ない。ふい。で、どこだったっけ？ここら辺じゃなかった。この上だな。この上に、もう一つのゴールがあるんですよ。あ、おー！危ないってもう。危ないな、君。あーって、オッケー。計画通りだ。これがもう一つのゴールですね。オッケー。どっち行けばいいんだろうな。まずあの城を目指そうか。あ、どっちでも行けんのかな、これ。あ、こっち行こうか。2だから。ああ、オートスクロールか。オートスクロールはね、怖いんだよね。こう、足とかもあるので、あ、大丈夫かな、これ。大丈夫だよね。これ、甲羅が復活しない？投げとこう。おー、跳ね出していく。怖いな、先が見えないから。よし、うわ、うい、どっか入れた気がするな、土管。あ、ここじゃなかったっけ、違ったかな。オッケー、入れていく。はい、おわー、ほら、これラグビーのやつ。あ、おー、跳ね返ってくるとは聞いてないですけど。あ、やば、これやばい。跳ね、早く！オッケー。ちょっと待って。いや、バウンドがすごい不規則。すごいね。ねえ、あいつ嫌なやつでしょ。もう相手しない方がいいよ、ああいうのは。はぶっとこうぜ。あ、この上にあるんだっけ？あれを、なんか、ツタかなんか出たっけ？ですよね、ほら。やっぱ覚えてるもんだな。あ。借りは返すぜ。うい。よし。このツタで、おいし。あ、鍵の方か。ここ何だったっけ？ブロックかなんかあったっけ？あ、そうだよね。緑スイッチ。あ、これあれか。甲羅を落としてのやつかな。あ、思っちゃった。オッケー、設置して。落として、蹴って、これを追いかけていくと。あ、ちょい。一気アップしていく。これでいいんだよね。これだけか。オッケー。これで緑のスイッチを押せたと。うん。あなたが押したスイッチの力で、が、に変わったんだよね。
これで緑のところ、緑の点線のところに緑ブロックが表示されるようになったんだよね。いいですね。順調にいってますが。じゃあもう一つの方のゴール行きましょうか。で、さっきはここに入ったんですけど、あ、ちょっと待って。え、ちょっと、あ、大丈夫だよね。そう、ここはスルーして、今ちょっとヒヤッとしました。見せていく、イオリさん。マリオさん。OK。この先に進めば普通の正規のルートがあるのではと思われますが。あ、大丈夫ここ。大丈夫、あ、全然大丈夫でした。ふぅ。まあ、言うてもまだ2面だからね、そんなめちゃくちゃ難易度が高いはずないので。ちょっと待って。ああ。危なかったな、今。飛んだフェイクじゃないか。こっちでいいの？下が見えんよ。あ、見えたわ。はい。オッケー、一気アップしていく。あ、この土管の先がゴールくらい。あ、先じゃなかったわ、全然。こっちか。ここになんかあるっしょ。何もないっていうね。まあ、なくても全然いいんですけど。あ、これ100点超えたから、ボーナスゲームができますね。ボーナスゲームどんなのだったっけ？あー、はい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 。あ、これ目押しができんのかな？いや、いいじゃん、最後。ちょっとずれたか。イェイ。気色悪いな、マリオ。あのピースサインは嫌だな。オッケー、お化け屋敷来ました。あ、お化け屋敷もあれだよね。二つゴールがあるんだったっけ？お化け屋敷は絶対二つあるんだったっけ？え、まあ、まずは普通にちょっと行こう。あ、ちょっとこれ走りすぎたら飛んじゃうな。テレサは気をつけないとね。ここ、あ、鶴か。ツタが出るとこから。あ、ここに出るんだ。あれ、Pスイッチでした。間違えました。押せばいいのかな？あ、あ、出た出た。ん？ん？え、なんだ？え？あ、ここがなんかあんのか。何もない。あれ？普通にここが。あ！え？初めに戻りましたけど。こっちじゃねえのか。上かな？じゃあ。上なんもないか。もう一回行ってみようか。矢印で、逆にこっちみたいな。なんもないよな。やっぱここ？でもなんもねえよな。いやー、そんなー。あ、上にあるわ、なんか。これはどっちだ？正規のやつかな？それともなんか裏ルート的なやつかな？裏っぽいな。逆に正規の方が難しい的な？あ、あー、なんか先に進んだわ。これさ、なんかこのお化け屋敷のこの上になんかあった気がすんだよね。なんか妙にスペースあるじゃんか。なんかスペシャルコースみ、スペシャルコースというか、なんかアイテムが補充できるみたいな、そういうコースが、コースというか部屋みたいなのがあった気がするんだよね。あ、ちょっと待って。だから絶対あれだよ。こっち行かなきゃダメなんだよね。でも
もう一回入ると。これがわかんないよ。ちょっとこっちで、飛んでみるか。なんもないか。こんな序盤でそんな謎解き。あれ?2回行くいうことか。ああ。あいのあいの。あいみょあいみょ。なるほどね。2回やるいうことか。こんなん偶然でさ、あれ?え?全然わかってなかったじゃん、いおりさん。ちょっと待って。どういうこっちゃ。あれ、この上なかったっけ、なんも。なんかアイテムが取れるスペシャルなんちゃらみたいなのがあった気がしたんだけど。ここから生きて出られたやつはいない。出口を見つけてごらん。生きては出られたんだけど、あー!オッケー、これはご愛嬌。これ上の羽ってどうやって落とすんでしたっけ?スーファミだとなんかセレクトボタンだったっけ?あ、違う、撮影しちゃった。あ、ほら、出てきた。ちょっとテレサさんたち、ちょっと今空気読んで。オッケー。大きくなっていく。成長していく。ああ、飛んでいく。飛んじゃダメだ。マジか。ああ、これ、大丈夫なんだよね、これね。これ正規のルートでさ。あ、これで、こっち、あ、そうか、Pスイッチ消えるんだ。来ないのか。そっか、これは、この上はあれか、普通のあれだね。っていうことは、やっぱ普通に、あれか。押せば、あ。ちょっとこいつら引き寄せとこう。いや、やっぱ普通にこれなんだな。これなんだ?なんなん?そうだよな、これは、合ってるよな。このまま行っちゃうとか。違うな。うわ、マジか。お化け屋敷って二つあるよね、コース。ああ、じゃなくてゴール。これ、持っていけなかったもんね。正規のゴールでしょ?ああ、いいとこいるじゃん。いや、絶対でも僕の記憶だと、もう一つ、ゴールがあって、やっぱあの上になんかあったと思うんだよね、僕の記憶だと。でもなんかあれだな、ここはループしてるだけな感じがすごいするんだよね。これ以上の何かもないもんね。これも別に、この上も何もなかったし、で、ここに戻るんでしょ?で、
そう、この P、P スイッチが出る部屋と、このツタが出る部屋が、交互に出る、無限的な感じになってるだけだから、なんかあるとしたら、この無限の前の部屋かな?しかないよね。見た感じ。ちょっとチビは、心もとないわ。でっかくなる俺。だから無限の部屋の先は何もなかったから、うん。その手前でなんかあるんだな。これってなんかやめれなかったっけ?出れなかった?あ、出れますよね、こうやったら。ほら、出れた。だから無限に行く前の、ここら辺になんかありそうな気するけどな。あー、これテレサがいっぱい、危な、上にいて飛ばさないようにしてるから、普通考えたら上になんかあんのか。あ、なんかある!オッケー。なんかあったぞ。なんかあるね。オッケー。あ、こっちからはいけなそうだな。ちょい結構攻めるやん。だから一番左でいいのか。ここら辺で、オッケー。よし!ほら来た。ほらほらほら、これは、隠しですか?あ、危な。あ、ちょっ、結構来てるね。ちょ、全部息アップかな。はい。はい。はい。よし。いやー、ちょっと苦労しました。まあでもなんか、ここにはないなっていう消去法でいけば、いいんだけど、小さな子供はこれ気づかない可能性もあるのでは。これがね、なんかアイテムとかとほら、取れるとこなんだよね。フラワー。こっちが羽か。真ん中がヨッシーじゃなかったっけ?あ、そうだよね。ウィー。ここに来ればね、いつでも、パワーアップできるという、そういう仕様ですね。ドーナツ平野コース3。結構順調に来てる感じがしますが。あ、またアスレチックコースか。これ緑ブロックだね。緑スイッチで解放した。よし。ここは羽があるとだいぶやりやすいね。あ、これあれだ。ブルーのやつだと飛べるんだよね。これこのまま行っちゃえばいいんちゃうん?ほら。青色の甲羅をヨッシー食べると飛べるようになるんですよ。翼がもらえて、レッドブルー的な感じで。あ、いや、ヨッシー飲み込んじゃった自分。ちょっと待って。いける自分。ちょっとここで、おい。ちょ、飲み込んでいいって言った?あ、でもゴールだ。ちょっとだいぶズルした感じで。まあでもこれ仕方ないよね。ブルーの甲羅置いてあったんだもん。これはまあズルとは違うよね。別になんかチート技使ったわけじゃないからさ。それは許してほしい。あ、ごめん、ずれた。ここ。よし。今33機か。結構、溜まりやすいんだね。さあ、ここ。ん?うわ!危ない!ちょっと待って、これ飲み込めたっけ?あ、あー、よし!よし!オッケー。よい。あ、炎の鬼に変わっていく。あ、クリボー。クリボー、のこのこ。また、ブルーのおるやん。
入れたっけ？入れない。ほら、飛んでいく。これは全然ズルとは違うから。置いてる方が悪い、逆に。これも実況者泣かせというか、もう実況ですらないよね。まあ、変わり映え。あ、また飲んだ。飲んだけどこれ、このままいけそうだな。オッケー。ん？どこについた？うち、クリボー。おあ、ハンマーブロス。ハンマーブロスもね、僕嫌いなんだよね。ハンマーブロスを越えていく。ゴールをいつの間にかしていく。ちょっとここら辺ね、最近の2コースはズルをした感じですけど、まあいいでしょう。オッケー。ドーナツ平野のボスまで来ました。やっていこうか。全然ボスがどんなのかとか、覚えてないんで。あ、そう。ボスのステージはね、ヨッシー来てくれないんだよね。もう自分いいっすから、みたいな。はい。はい。OK。あ、ちょっと、うわっ、お、お、高等テクニック見せていく。ちょっと凄すぎたな、今の。今のなかなかできないよ。もう一度やれって言っても無理だから。うわっ、なんで今言った？マリオさん。今のはちゃうやん。今のわかるっしょ。ドッス見えてたやん。あー、無駄なの食らっちゃったな。あ、これなんかここにあるか。オッケー。よし。やっぱ羽が安定だよな。羽はさ、ふんわり着地ができるから、すごい操作性が楽になるんだよね。ういえ。あ、これ選べるのか、どっちに行けるか。こっち行きましょう。おっと、お、あ、危な。ここだ、オッケー、オッケー、何もない。コインしかない。夢は希望もない。こっち、あっちい。これで、なんかあるな、向こう。絶対なんかあるわ。なんかあるけど、僕の技量じゃいけないかもしんない。あ、いやー。あ、くそ。マジか。難しいな。うん。諦めよう。何もないわ。あるわけがねえって。うきしぇ。しゅえ。うい。うい。え？一気アップした？うい。うい、羽置いとけ。うい、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 うい。ちょっと待って、ちょっと待って。嘘やん、めっちゃ落ちるやん、自分。よし、ちょっとパワーアップしていこう。まあ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 ね。まああれはなんか、ああ、そうか。そうか、こっちから取ったらキノコになっちゃうんだ。ちょっと一回出ていく。これで羽になっていく。まあ、またここか。ここゆっくり行こう。ゆっくり、さっきみたいな超絶テクニックいらないから。あんなの絶対いらないから。あの、見せるプレイとかね、見せる技とかいらないんですよ。着実なクリアを心がけたい。確実性とかね。えい。もう見せるプレイはね、ガチで上手い人に任しときゃいいのよ。
いおりさんはそういう類の実況者じゃないですから。もう堅実に、一個一個、ね、こなしていくっていう、そういうスタイルですから。決してその超絶テクニックができないとか、あ、できないとかそういうものではなくて、もちろん見せる技もね、十二分に持ってるんですけども、ね、私のスーパーマリオメーカー2のね、実況を見ていただければわかる通り、超絶テクニックを持ってるんですけれども、それをね、見せる、なんだろうな、こう、あえて、ノーアルタカはね、爪を隠すってね、言っちゃいましたけども、隠すじゃないですけれども、よし、危な。なね、ずっと見てたらみんなね、飽きちゃいますから、適度にね、出していくっていう、そういう感じでいきましょう。さあ、来ましたよ。戻って参りました、いおりさん。あ、ちょっと同じ失敗はダメ。オッケー。あ、オッケー、ボスまで来た。よし。どんなボスでしたっけ？あ、これ踏むやつかな？うい。あ、これ落ちてくんだろ。落ちてくんでしょ？ほら、うい、オッケー、いちいち停止していく。マリオさん、いちいちこっち向かないで。はい。あ、そっか、タイミング。よし。タイミングよく、あ、あれ？おう、なんで、雑魚いな。めっちゃ雑魚かった。3回踏んだっけ？なんか3回踏んだらコクッパは倒せるみたいな感じだったと思うんだけど、サンキュー。いや、強すぎマリオさん。もう何でもありやん、それできたら。トムとジェリーじゃん。2番目のコクッパもやっつけたと。うん。